2年連続再開に終わった中日ドラゴンズですけれども、2024年シーズンはかなり強そうです。新戦力の獲得であったり、若手選手の台頭など、プラスの要素がものすごく多くなっています。まずは2024年シーズンに向けて獲得した新加入の選手たちがかなり強力で戦力が爆上がりというところから見ていきます。 まず野手の獲得の目玉というとやっぱりこの2人ですよね1人目が中田翔選手4番ファーストの候補として2年総額6億円と、まあ、中日ドラゴンズとしては異例ともいえる、まあ、かなりの大型補強となりました2022年は読売ジャイアンツで92試合の出場で2割5分5輪、ホームランが15本37打点 OPS769 というような数値を残しました 球場が東京ドームからバンテリンに変わるので、まあ、どれだけ成績を維持できるか、まあ、そして年齢の面とか故障の面とか、まあ、ちょっと不安要素は多い部分はあります。まあ、ただ中日は2023年ですね、ビシエドト選手の不調もありまして、セリーグワーストの打力となってしまったファーストのポジション。ここを補強できたっていうのはかなり大きいですね。やっぱりファーストが打てないとなかなかチームの戦力っていうのは上がっていきません。そしてレフトの候補にディッカーソン選手、33歳この選手も獲得しています。 メジャー通算では339試合に出場して、打率が2割5分5厘、ホームランが40本、132打点、OPS785 と、通算でも OPS0.8 近い数値を残しています。2023年は独立リーグでのプレイがメインとなっていて、アメリカの独立リーグで好成績を残しています。 ここ2年ほどはメジャーでのプレーっていうのがほとんどないので、ここのブランクっていうのはまあちょっと不安な部分はあります。まあ,あとは守備であったり走塁面、こちらはやっぱりそんなに期待はできないんですけれども、やっぱりレフトが2023年のシーズンは同じくファーストと同様にリーグワーストの打力ということになってしまいました。なのでこのファーストとレフトという打力が優先されて、長打を打てるような選手を置いておきたいポジションに長距離法の選手2人を獲得できたということについてはものすごく大きいと思います。 続いて意外と大きな戦力になりそうな選手、見ていきたいと思います。現役ドラフトで獲得した梅野投手、こちらもかなり戦力になるんじゃないかと思います。右のリリーフピッチャーでまだ24歳と若い選手でヤクルトスワローズから加入しています。24歳と若い選手なんですけれども、通算216試合登板しておりまして、この登板数っていうのは中日ドラゴンズの20代の選手の中では藤島投手に次いで2位ということになります。 中日の中継ピッチャーはここ1年2年でブレイクした選手っていうのが多いので、まあこうした経験豊富な若いピッチャーを獲得できたっていうのはものすごく大きいと思います。 2023年はほとんど一軍当番なかったんですけれども、2022年は41試合の当番で防御率3.00、39イニングで予死球15個、脱三振26、ウィップ1イニングあたりに出したランナーが1.33という成績になっています。過去にはヤクルトで一度守護神を任されると、まあ、それぐらいの時期もあったぐらいのピッチャーなので、こっからの復調を期待したいと思います。では続いて、経験豊富な野手を大量獲得したと、こちらも見ていきます。 他球団からは戦力外となったものの経験豊富でまだまだ活躍できそうな4人の選手を獲得しています。中島博之選手41歳。通算で得点圏打率を3割超えるということで,ですね。まあ、代打ができる、そして勝負強いと、まあ、今の中日にはなかなかいない選手でかなり貴重です。立浪監督も代打としてはもちろんのこと、スタメンとしても期待というふうに語っています。そして上林選手28歳。 ホークスで元レギュラーの選手です。ここ5年ぐらいはなかなか1軍で結果が残せてはいないんですけれども、現在は打撃を大きく改造して長打力が上がっているというような情報があります。本人もやっと感覚的なズレが戻ってきて、これから活躍できるというような、まあ、かなり手応えがあるということですので、外野の一角を狙ってほしいと思います。そして阪神から加入の山本選手、経験豊富な二遊館の選手です。二遊館の選手はかなり若い選手が多いということになっておりますので、 経験豊富な中堅選手のバックアップっていうのはかなり貴重です。2022年なんかはスタメンでも阪神でセカンドで一番試合に出場した選手です。これだけ経験がある選手なので若手の選手がレギュラー固められないということになるともしかするとスタメン起用っていうのも増えてくるかもしれません。そして阪神から同じく獲得した板山選手29歳。内外や起用に守れる選手で岡田監督もキャンプの時には左で一番打てると、まあ、レギュラー候補とまで期待しました。 1>, 1軍では結果残せなかったんですけれども、ポテンシャルはある選手で、育成契約、まずは2軍でしっかり活躍をして、試合か昇格を狙ってほしいと思います。では続いて、さらに若い戦力がチームを変えていくと、こちらも見ていきます。ドラフトで即戦力の大物新人を数多く獲得しておりまして、1年目からの活躍が期待できます。渡来投手を1位指名して外れて、草加投手が外れ1位で獲得されました。1年目からローテーション入りも狙えるピッチャーです。 アジア大学から指名されたんですけれども、直球のキレ、そして抜群の制球力、この二つが売りのピッチャーです。打たせて取るというようなタイプのピッチャーでございまして、球場広いバンテリンドームでは、好成績を残すんじゃないかというふうに見られています。柳投手のようなタイプというふうに見られています。大学通算では25試合登板して、防御率が驚異の1.24。 13勝6敗で、そして、し支給率、フォアボールとデッドボール合わせて1.84という数値で、まあ、1試合完投しても、フォアボールとデッドボール合わせて2つ出さないということで、本当に驚異的なコントロールですね。脱三振率は6.10と、まあ、そこまで高くないので、打たせて取るというタイプのピッチャーですね。では続いて、野手も1年目から活躍できる即戦力の選手が多いと、こちらも見ていきます。 ドラフト2位と3位で即戦力の二遊間獲得しています。ドラフト2位で三菱重工イーストの津田選手を獲得しています。社会人からの選手なんですけれども、高卒社会人なので21歳とまだ若い選手です。中日の幹部の方は、トリプルスリームを狙える現時点では渡来選手以上と絶賛している選手です。そして荒木元コーチも、立浪監督は二遊間、特にショートを固定できずに苦しんだと。 なので津田選手をショートで固定していく可能性があるとそういった話もしていました辰波監督はとにかく体が強い選手が欲しいというふうなところでこの津田選手が獲得されたという話がありますそしてドラフト3位で仙台大学から世代ナンバーワンショートの呼び声も高い辻元選手を獲得しています大学通算では2割7分7人ホームランが5本14盗塁出塁率3割7分2人 OPS801 という成績残しています 打撃成績としては若干物足りないですけれども、4年の時に大きく成績を上げていて、ホームランも5本のうち4本、3年の時に打っていて、打率も3割超えているというところですね。まあ、このあたりは伸びしろに期待できる選手だと思います。まあ、あとはバントとか含めて小技もこなせる選手ということで、まあ、1年目からレギュラーとまではいかなくても、ベンチに入れておくとかなり便利な戦力として期待できるのではないかなというふうに思います。まあ、守備に関しましては若干確実性の部分に課題はあるので、ここを磨いていけばダイナミックな守備がより生きて くると、まあ、そういったタイプの選手ですねでは続いて7名ものプラスの戦力がかなり強力ということでこちらも見ていきます昨シーズンの途中でブレイクした7名の選手が来シーズンは開幕から入ってこれるということでここがかなり大きなプラス要素になりそうです2024年シーズンは開幕から期待したい2人の野手まず1人目が宇佐美選手トレードで日本ハムから途中加入して細川選手に次ぐ成績を残しました 2023年69試合に出場して、打率が2割8分2厘、ホームランが3本、14打点、OPS694 という成績が残っています。勝負どころでの1打であったり、サヨナラ打であったり、まあ、こうした勝負強いバッティングっていうのを2023年はかなり発揮してくれました。中田選手の加入とかもありまして、なかなかレギュラーをがっちりつかむっていうのは難しいかもしれないんですけれども、 ファーストであったりキャッチャー、そして代打と幅広くこなせる選手です。例えば中田選手が不調であったり故障であったらファーストに入って、まあ、勝負どころでは代打で行って、まあ、キャッチャーもピッチャーによってはスタメンで出ていくとか、まあ、こうした形でチームのバックアップはな埋めっていうところをかなり期待したい選手です。そしてカリッセ選手ですね。シーズン終盤に大きく成績を上げました。まあ、やっと日本の野球に適応できたというふうにもカリッセ選手を話しています。 8月以降に関しましては打率としては2割後半ホームランも5本 OPS でいうと750付近ということでですね二遊間としては文句なしというぐらいの打撃成績です現状の中日の二遊間の選手の中ではもう打力は断トツと言っても過言ではないと思いますので、まあ、あとは立浪監督が守備を認めてくれさえいけば、まあ、レギュラー獲得というところになりますしレギュラーであれば二遊間でホームラン15本ぐらい期待できる選手ですので 今年順位を3位以上に上げるということで考えるとカリス選手の起用っていうのも十分あるのかなと思います。では続いてピッチャーも4名がシーズンの途中に大ブレイクして来シーズンは頭から期待とこちらも見ていきます。来季は開幕から期待したい4人のピッチャー。まずはメヒア投手26歳。8試合の登板で3勝防御率2.23と高成績を残しました。本当に安定感が抜群というようなピッチャーで、まあ、故障での離脱があったんですけれども、 2024年は開幕からローテーションに入ってくれればローテーションさらに盤石になっていきます。そして斉藤投手、日本ハムから加入で一気に中日で覚醒したというようなピッチャーですね。大塚コーチの指導なんかもありまして、とにかくもう早いストレートを投げるということで、サイドスローからスリークォーターに戻して、ストレートのキレっていうのを取り戻しました。31試合で驚異の防御率0.71の成績、貴重な左リリーフですね。 昨年は京田選手を放出してまで砂田投手に期待して開幕から投げたんですけれども砂田投手結果が残らずということで,ですね。まあ、副福投手もどれくらい投げられるかわからないということで、まあ、この斉藤投手が左のリリーフとして出てきた。そして開幕から投げられるっていうのはものすごく大きいですね。そして松山投手育成から大ブレイクしました。36試合で1.71。2023年のシーズンは2軍でも1軍でも本当にフル回転というような1年になりました。 大学での実践経験がかなり少ない選手になりますので、まあ、ちょっと蓄積疲労であったり故障このあたりは不安あるんですけれども、なんとか2024年もセットアッパーで期待したい投手です。そしてフェリス投手、途中加入で19試合で防御率3.14の成績を残しました。まあ、かなりのストレートの威力があるピッチャーなので、制球力さえ安定してくればセットアッパーとしても期待できる、それぐらいのピッチャーです。 まあ、カリステ選手もいて、ディッカーソン選手も加入して、メヒア投手もいるということですね。外国人枠争いがかなり熾烈になってきますけれども、なんとか中継ぎの枠勝ち取ってほしいと思います。では続いて、これだけの選手が2023年大ブレイクしたわけなんですけれども、ここから2024年大ブレイク目前の選手たちも多数いるということで見ていきます。2024年、8選手もの選手がブレイク目前ということで期待していきたいと思います。 2024年大ブレイクを期待の野手4名。まず1人目、ブライト・ケンタ選手。もう2軍では敵なしというぐらい OPS0.9 近い成績残していますし、フェニックスでも OPS0.9 を超えて、打率も3割大きく超えています。1軍でも大打起用の時は苦しみましたけれども、スタメンではある程度の高成績を残しているということで、若手選手でもレギュラーにかなり近い存在だと思いますので、まあ、レフトかなり競合も増えてきましたけれども、なんとか結果残してほしいですね。 続いて石川選手。初めて2023年規定打席に到達して、ホームラン13本という成績でした。まあ、ただ石川選手のポテンシャルからすると、まだまだこっから成績を上げていって主力になっていくという選手だと思います。2024年は主軸として、ホームラン20本、80打点、これぐらいを期待したいと思います。 そして村松選手、二類の守備賞は抜群の成績が1年目から残っています。そしてフェニックスリーグではバッティングいろいろ改造も取り組んでいて好成績を残しています。辰波監督も村松バッティングに力強さが出てきたというふうに評価しておりまして、バッティング面来シーズン期待したいですね。そして福永選手、1軍でも一定の打力しっかりと発揮したんですけれども、徐々に失速してしまって得点圏でも相当苦しみました。 ただやっぱり2軍レベルでは文句なし、フェニックスでも素晴らしい成績残しているということですね。 一軍でも起用し続ければおそらく一定の成績は残してくれると思います。大島選手もセカンドのレギュラーで使って欲しかったというような話をしていました。なので、立浪監督の信頼を後まあとはセカンドの守備でどれだけ勝ち取れるかというところですね。まあ、セカンドはとにかくまあ守備重視というような立浪監督の方針というのもありますから、せめてプラマイゼロくらいの守備賞っていうのを期待したいところです。では続いて、大ブレイク目前のピッチャーも多数いると、こちらも見ていきます。 大ブレイク期待のピッチャー、まず一人目が梅津投手。肘の手術からようやく復活して、3試合で0.95と抜群の成績を残しました。制球力がかなり安定して、ストレートも力強さがかなり加わったなというような印象があります。これまで怪我でかなり苦しみましたけれども、トビー・ジョンから完全復活で、来季は開幕ローテで期待したいと思います。そしてネオ投手。先発転向で終盤にやっと1軍昇格で好投を見せました。 このオフには直球とカーブの質を大きく上げているということで、辰波監督もその成長を評価しているということで,ですね。期待したいと思います。そして中地投手。大卒1年目ながらも2勝を上げて、柳投手であったり、大野雄大投手の1年目の成績を上回っています。柳投手からも投げる球を絶賛されていて、このオフは駆け引きを学ぶために合同自主トレに取り組んでいます。そして橋本投手。 制球力と球速がこのオフに大きく上がっていて、フェニックスリーグでも抜群の成績を残しています。左のリリーフピッチャーかなり不足しているということで、この橋本投手のブレイク期待したいと思います。加えて、今年は主力で期待できる3選手も出てきておりまして、こちらも見ていきたいと思います。期待が大きい大物3選手が、ついに2024年怪我から復活してきます。 まず一人目、野手でいうと田中美希也選手がついに復帰してきます。オープン戦で大活躍を見せて、辰波監督から2番セカンドで開幕スタメンというところまで言及あったんですけれども、着る位置に右肩を脱臼そのまま手術で1シーズンほぼ、まあ、プレーできずに、2、まあ、軍でちょこっとプレーしたというような感じになりました。ただ、リハビリはもう完全に終了したというような模様で、春のキャンプから全力で入れるというような報道が出ています。 現状、二遊間では、投類ができる選手っていうのがかなり少ない状態ですから、田中美希也選手がセカンド、まあ、守備は抜群というところで、まあ、ある程度短打は打てて、なおかつ投類ができるということであれば、他の選手と大きく違う部分ですので、レギュラーも取れるんじゃないかと思います。オープン戦の成績振り返ると、3割3分3輪で2塁打が2本、3塁打が2本、出塁率3割7分9厘、OPS が935と、抜群の成績を残しています。 単打だけでなく足も活かした二塁打三塁打このあたりも期待したい選手です。では続いて大物ピッチャーも二人ついに復帰ということでこちらも見ていきます。ピッチャー二人が復帰ということで大野雄大投手がリハビリから復帰で開幕投手を狙うというふうに宣言しています。現状イニングを稼げるピッチャーっていうのが結構少なくて6イニングとかで先発が降りてしまって中継ぎピッチャーにかなり負担がかかるとこういったケースっていうのが2023年は多く見られました。 今年はなんとか2桁勝利で A クラス入りにエースとして導いてほしいなというふうに期待しています。そして岩崎投手も中日でまだ1試合しか投げられていないんですけれどもトミー・ジョン手術からようやく復活へという段階まで来ています。 すでにブルペンで最速152キロで、ブルペンキャッチャーもとてつもないようなボールが来ているというふうに驚愕しているというような状態でございます。落合コーチであったり、立浪監督も、もう育成選手なんですけれども、すでに戦力として期待していて、早い段階での支配下昇格、そして1軍での登板というところが期待できるという状態になっています。 2年連続再開で相当苦しんだ中日ドラゴンズなんですけれども、これだけのプラス要素があるということで2024年は、なんとか A クラス入りを目指してほしいなというふうに思います。以上です。